セルゲイ・エラシモビチ・ミイチンは、ロシアの政治家。2007年から2017年まで、ノブゴロド州知事を務めた、ゴーリキー氏出身。ノブゴロドの企業長などを経て、1995年、ロシア連邦議会会員国家会議議員となり、会員副議長兼経済政策委員会議長。1998年、ロシア連邦経済省次官。2000年、ロシア連邦産業。 科学、技術省次官。2004年産業エネルギー省局長を経て農業省に移り次官に就任。連邦政府ナノテクノロジー評議会メンバーも務める。2006年友好勲章を受賞2007年8月3日、ウラジーミル・プーチン大統領によってノブゴロド州知事大公に任命。8月7日知事に正式に就任した。 2017年2月13日に退任。ぜい、ありがとうございます。